しおりです。たきゅうです。結婚準備を応援、パルベチャンネルです。今日は、はい、2023おすすめ絶対外さない両親贈呈品5選。たけさん、結婚式といえば外せないのが両親への贈呈品ですよね。そうですね、はい、それを絶対外したくないと思っているあなたに贈る5選ご紹介します。はい、まず1つ目、ブーケを印した感謝状、カルムブーケ。はい、こちらカルムブーケっていうのは商品名なんですけれども、ブーケがこの通り可愛く入った感謝状になっております。はい、パルベでも一番人気のパピヨンっていう商品と、お写真が入ってブーケが大きめのフェアブーケっていうタイプのデザインがあるんですね。それをうまく掛け合わせて、お写真も入れて、なおかつ可愛いブーケの入ったものを新しく作りました。じゃあ、はい、言ったら今までパルベにあった商品のいいとこ取りをしたのがこちらってことですか？そうです。最高。はい、カラーは2色で、はい、ブルーとアイボリー2色からお選びいただけます。ねえ、ヌーディーカラーってまだまだ流行るんですね。はい、そうなんですよ。今年だから来ること間違いなしです。続いて2つ目、はい、クリアクロック。はい、これはこちらはですね、アレンジ付きのブーケがついた時計の贈呈品になってます。ねえ、たけさん、はい、すっごくおしゃれ。ありがとうございます。クリアになってるので、どこに置いてもすごく素敵に飾れますし、ね、一応挙式日とお名前も入っているので記念として残していただけます、ね、いいなあ。これ両親贈呈品だけど、うん、自分家にも欲しい。そういうやり方多いんですよ。そうなんですか。はい、なので、あのご両親って2つとご自身用に3つ買われる方がこちら多いんですよ。3家族。はい、そうなんです。同じ時を刻んじゃいます。素敵、ロマンチック。続いて3つ目、はい、表紙がアクリルになった子育て感謝状です。はい、こちらはですね、大人気だった子育て感謝状があるんですけども、はい、それにアクリル板でお写真を一緒に入れた、さらにグレードアップした子育て感謝状になっています。進化したんですね。そうです。すごー、だからこんなに綺麗なんだ。はい、皆さん分かりますか？これね、実物見たら本当に美しいし、うん、ゴージャスです。これもらったら嬉しいですね。そうですね、うん、中見てみます。はい、中はこんな感じ。じゃーん、お父さんお母様へこうご両家お渡しいただくんですよ ね。 そうですね。だから生まれた日のことだとか写真も入れられて、今日までの結婚式の日までの日数も入れられて、でこっち側には感謝状だから、お二人からそれぞれのご両親へメッセージ添えられて、はい、内容も充実。はい、最高ですね。そうなんです。うん、はい、そしてですね、こちら、うん、このまま飾っていただくことができるんですよ。確かに、はい、しまっちゃいそうだな私って思ったんですけど、これなら生えてますし。そうです、これはすごく宝物になりそうですね。ぜひお気に入りの一枚で作ってみてください。はい、続いて4つ目、ありがとうの気持ちが伝わる子育て感謝状付き目を飛ばしです。はい、そうです。はい、こちらですね、箸本当に人気だったんですけれども、こんなにカラフルな可愛いデザインのものができたんですよ。私、あのちゃんと誕生から結婚まで共に歩んだ日数も書いてあって、メッセージもあって、日にちとお名前もあって、可愛い。このまま飾ってもらっても可愛いですよね。欲しい。じゃあ中見てみます。はい、はい、こちらですね、蓋を開けると、おー、目を飛ばしい。はい、これ式後もね、ちゃんと使いますね。そうですね、切り箱になってるので、大事な招待状だったりとか、はあ、お手紙とか結婚式でもらったものを一緒に保管していくこともできますね。まさに一石二鳥。はい、続いて5つ目、再びブーム到来中のウェイトベアだよ。たけさん、はい、かわいい。でも私、友達のウェディングで見たことあるんですけど、うん、持ったことなかったけど、あ、持ってみて、持ってみて、重たい。そうそう、なるほど。これが、そう、ね、母
知の喜びですね。そうですよ。疑似体験ありがとうございますね、これ3種類あるんですね、うん、そうなんですよ。どれも可愛いんですけど、ね、簡単にちょっと紹介から。はい、まずは小ぶりで可愛いハローネちゃんです。可愛い、はい、こちらですね、ちょっとこう毛がモコモコしてて、確かに、はい、体もコンパクトで、ちょっと持ってみてもらったら猫の感じで、なんか可愛い、可愛い。続いてはベリーナちゃんです。可愛い、ちょっと長いですね毛が。そうですね、毛がちょっとふさふさしてる感じで、先ほど紹介したハローネちゃんと比べるとちょっとだけ大きい。そうですね、うんうん、あとファンシーですそうですね、リボンもレースになってて、そう、とっても可愛いんです、うん、最後はコロンちゃんです。コロンとしてる、本当に可愛いでしょ。可愛い、あとツヤ感がありますね。そうですね、サラサラしてて、ほうほう、とっても綺麗な感じです ね。そして特徴がこちらのティアラ、なんということでしょう、ね、結婚式って感じですよね。素敵。大きさも最初に紹介したこちらと比べるとちょっと大きいですよね。ハローネちゃんよりはだいぶ大きいですしちょっとやっぱりあの毛並み感もまだこの子だわ、ちょっと違いますね。そうですね、抱き心地もだいぶ違うと思いますよ。失礼いたします。あ、本当ずしって感じ、ずっしりきます同じでも体重でもやっぱりちょっと抱き心地が違う感じですね。そうですね、うん、でもこれね安心感が可愛いですよ、ね、可愛いです。 1g 単位で再現ができるので、はあ、本当に生まれた時の体重で皆さんぜひ作ってみてください。はい、さあいかがでしたか、はい、2023年おすすめ絶対外さない両親贈呈品第5弾でした。見応えたっぷりでしたし、はい、本当にいろいろありますね。そうですね、他にも何かありますか。そうですね、パルペだったらあのアレンジもいろいろできるので、はい、例えばブーケのお花の色を変えたいだとか、ほうほうほう、あのタイトルやメッセージを変えたいとか、はい、そんなこともご相談ください。ぜひぜひご相談ください。はい、概要欄に URL 貼っておきますので、はい、見てみてくださいね。はい、結婚準備を応援パルペチャンネルでした。また見てね、見てね、また見てね。